4月7日に日清さんのオンラインソロライブありますので、みんなはねこうやってクヨの歌を聞きに来てくれるし、クヨのこと好きでどんな枠でも見るよって見てくれるような人が、まあ今このスパチャ読みにも残ってくれていると思うんですけれども、やっぱまあこより自分でも思っているわけですよ。まあ、たくさん歌が上手い人がいる中で、もともと自分の歌はそこそこだったことを理解してよって、それは自分自身が学んだことがないからで、今学んで、ああこれこうなんだとかね、発見があって自分で成長を感じられてるっていうのも含めて、しょこしょこだったの分かってて、でも最初にさ、そこそこイメージついちゃうと、やっぱそのそこそこだって思われ続けてしまうので、そのなんだ、こよりの歌に興味を持ってくれる人は普通に考えたらもういいんだけど、ソロライブっていう中だとやっぱ少ないっていうのはもう自覚していて、いやだからこそ今ちょっと頑張って上手くなっていっている、このなんかみんなに知ってもらえて、みんなにもっと歌を聴いてもらえると嬉しいなって、ぜひみんな声を大にして、こより歌良くなったよって言ってあげてください言ってもいいなと思う人がいたらね、ぜひあのみんなも無理はせずで大丈夫なんですけど、発信してもらえたら嬉しいなと、あとは歌のあのリポストとかね、いっぱいしてもらえたら嬉しいなと思います。知ってもらいたいね。どうしたら知ってもらえるんだろうっていうのがね、今の最大の課題ですね。うまかったよ、ありがとう。友達とカラオケに行ったらうまいなぐらいのレベルだったのは自分でわかってるからそれをもっとねアーティストにしていきたいなと思っている今日この頃でございます。すごい正直に言うと、誰でも小百合自身もいっぱい歌わせやったりとか、でもやっぱね、怖くなっちゃってたんです。やっぱみんなゲーム見に来てくれるから、歌を見に来てくれる人が結構限られていて、見に来てくれてるみんなに本当に感謝なんですけど、さらに歌あんまりなんだろうなって思われちゃうかもって、思って歌枠が少なくなるっていう、こうなんか悪循環みたいな、そのものに結構囚われてた2年間って感じで、かな、もっと歌枠もやっていきたいし、ボイトで自信をつけた日にやっていくみたいな感じでね、頑張っていきたいと思っています。怖く臆病になってたなっていう気持ちはあるんよね。でもやっぱダンスも大好きだし、ライブっていうものそのものが好きなので頑張っていきたいね。だからなんかそんな風に思ってた中で、やっぱソロライブ行うこのカップヌードルコラボにお声をかけてくださった日清さんには本当に感謝しきれなく、お話いただいた時めちゃくちゃ嬉しくて、頑張りたいですね。こよこよこよここよここ